フェリックス・ベルナルド・ミヤーン・マルティネスは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。ニックネームは、キャット。1964年にアトランタ・ブレイブスと契約。1966年6月2日に、メジャーリーグデビュー。1973年に、ニューヨーク・メッツに移籍、同年のワールドシリーズにも出場した。メジャーでは、実動12年間、中心選手として活躍した。 1978年に本拠地を横浜へ移転させた太陽ホエールズに入団し来日。同年に読売ジャイアンツに移籍したジョン・シピンに代わって二類手として定着した。1979年には怪我で出場時合数が少なかったものの打率。346をマークし球団史上初の首位打者に輝き、ベストナインにも選ばれた。 36歳での首位打者獲得は、それまで、川上哲次、長島修雄が持っていた、日本プロ野球での最高齢記録を塗り替えるもので、現在も破られていない。1980年に退団し、翌1981年にメキシカンリーグで1年間プレーし、現役を引退した。バットを水平に寝かせて構える、独特のバッティングでアンダーを量産した。 三振も極めて少ない打者であった。ありがとうございます。